それはいい、それはいいね。どうしようかな。ちゃんからサンドイッチ買ったよ。青木ちゃんからサンドイッチ買ったよ。それどうしようかな。来週もう一回オーストラリア行く？それとも次の東南アジアまで待つ？どっちでもいいんだけど。
オーストラリアで人気があるらしくて、毎週呼ばれるんだけど、マジで。マジで。ちゃんに俺だけで2000円は使ってると、安いな2000円って。いや今日はこれくらい2000円とするんだけど、世界の事情があればそれで、オーストラリアは僕はそういった仕事なら毎週でもオーストラリアに行くし。